真夜中にワイは暇やったさかいに廃墟に肝試しに行ったんや。なんで一人で行くの、友達おらんのかって、お前二人か三人で行けて、お前変わりもんかって、お前。まあ廃墟だけあってえらい汚いとこやったで。んでな、ボロッボロになった部屋ん中で心霊写真でも撮れへんかなー思って、続けて3枚ぐらい写真撮ったんや。なんで3枚も撮んねん、お前1枚でええやんか、お前なんでそこ3枚なん、変わりもんかって、お前ちっぱいかって。でその後家帰ってその写真見て背筋凍ったんや。なんと3枚の写真の中に1枚だけ変なもんが映り込んどるんや。言わんこっちゃない。後ろの棚の上のところに不気味な人形がこっち見て笑ってるんや。ワイの顔ってそんなにおもろいか。ワイめっちゃびっくりして、次の日にまだ明るい時にもっかいそこの廃墟に行ってみたんや。だからなんで行くねんって、お前また一人やし友達おらんのかって、お前ちっぱいか。うんこさいな。昼間に見ると廃墟のボロさは余計目立っとったで。しっこらみたいな。そしたら別になんてことなかったんや。あの人形は幽霊でもなくて、ほんまに人形が棚の上に置いてあっただけなんや。マジで一瞬心霊写真か思ってビビったやんけ。いや別に全く怖くなかったし、全然ビビってなかったし、そこら辺分かっとってからお願いします。え？普通に何も怖くないって。よく見返してよ。続けて3枚ぐらい写真を撮ったって言ってるよね。でもさ、続けて3枚くらい撮ったにもかかわらず人形が映り込んでるのは1枚だけ。もちろん最近流行りのスノーでな。しっこのみたいな。逆や。しっこのみたいな。んでその後家帰ってその写真見て背筋